茨城ツアーだって、あ、茨城の当落出ましたか？あ、さっきでも7校でも来るよって書いてくれてる人いたから。当落が出たのかな？あ、やっちさんめっちゃ可愛い。ありがとうございます。茨城楽しみだな。わ、ちゅんちゅんさん、くまちゃん、ありがとうございます。くまさんの友達のおかげでいける。お、友達ありがとう。 こんばんは。茨城も神奈川も取れてません。悲しい。神奈川はでも大きい会場だから、まだチャンスあるんじゃないかな。今まだや、今なんだっけ、何抽選だったか忘れちゃったけど、なんかやってますよね。なんだっけ、何選考か忘れちゃった、今。ピアアリーナはやってますので、神奈川は大丈夫。明日まで姉妹枠ね。2回目ですね、確か。この前、選考申し込みしてたから。こんばんは。じゃあツアーファイナル楽しみね。まださやたちもさ、セットリストとか決まったりしてないからさ、どんなコンサートになるか分かんないけど、なんか久しぶりに8全員でこうできるコンサートだからとっても楽しみ。こんばんは。さあ頑張ってね、頑張ります。こんばんは。茨城はもう申し込み終わりですか？まだあるのかな？もう終わったのかな、全部。わかんないけど。一般枠がまだあるのか。じゃあまだきっとチャンスあるので、諦めないで。あ、もう終わったの？チケットのさ、なんかいろんな申し込みがあるからさ、わからない。終えてない。サリン、こんばんは。こんばんは。こんばんは。茨城と川端はキャンマチだけ。ああ、そうなんだ。つらい。茨城キャパ狭い。あ、そうなんだ。そんな大きな会場じゃないんだ。日立でしたっけ？そうなんだ。ただでさえね、きっと客席減らすのかな？どうなんだろう、わかんないけど。大小あると思うけど。だいたいどれくらいなんだろうな。2000人とかなのかな？わかんないけど。あ、初見さん、はじめまして、ありがとうございます。続きはすっぴんなんですけど、すいません。2500から3000ぐらいが平均。ああ、そうなんだ。ピンも可愛い。ありがとう。でもちょっと肌荒れてます。マスクのせいでお肌荒れ荒れです。
ばんは。お茶は何だろう。麦茶かな、一番好きなの。ほうじ茶とかウーロン茶とかも好きですけどね。ウーロン茶なんかさっぱりするよね、口の中が。こんばんは。チャリンかわいい、ありがとう。ウレピーマン。でも長野ってあんまりあれなんだよね、各県からのアクセスがあんまり良くないよね。東京からとか名古屋からだったらさ、まあ一本で来れたりしてあれだけど、遠くからってなるとアクセス悪いから、大きいコンサートはしづらいのかなって感じはするよね。そう、やっぱ大阪とか東京とか関東近郊らへんがやっぱ大きいコンサートするには一番向いてますよね。こんばんは。松本でやったよね。その時いないんで分かんないっす。知らないんですよ、そのコンサート。あ、やったよねって言われても、あ、そうなんだぐらいしか分かんない。こんばんは。それを言ったら山梨も変わらん、まあ、確かに山梨も超アクセスいいわけではないですよね。あそこでも富士山の麓っていうのがもう最高のロケーションじゃないですか。あまりにも良すぎる。そう、強すぎる。富士山をバックに踊れるんですよ。そんな強いことないよ。すごいよね。こんばんは。まあ、でもせっかくならね、ツアーやりたかったな。大きいコンサート、周年のコンサートとか、大きいコンサートだとあれ、なんか自分のさやりたい曲とかあんまり、そう、減っちゃうけど、普通のツアーだったらほとんど全曲自分がセンターできるし、自分のやりたい曲も入れられるし、なんか自分の意見を反映しやすいからいいですよね。やりたかったなぁ。まあ、大きいコンサートだったらそうだったね、メンバー全員呼べるからそれもいいな。全員と同じステージに立てるのは相当いいな。あ、そしたらどっこいどっこいの良さだな。個人の感想です。個人の感想でございますけども、サイリンの彼女になれますかとジュアルデイズの動画を見て惹かれてみてました。何のコンサートの時だろう。私はあなた、いい曲ですよね。彼女になれますか、なんか好き。ジュアルデイズも一時期いろいろよくやってたから好きだけど、何のコンサートだろう。嬉しい、ごめんなさい、こんなのにすっぴんで。こんばんは、嬉しい。元気に踊ってると思います。こんばんは。でもなんかそもそも長野で歌って踊るイベントが少ないから、なんかそう、何でもいいから長野で歌って踊りたいですね。コンサートでもいいしイベントでもいいから、まあ今イベントね
ご時世的にできないからあれだけど、そもそもそんなにないからね。最後もセンターに立ってみたい、もっとたくさん。時たまありがたいことに立たせていただくことあるんですけどそう、長野の人って野沢菜とかやっぱよく食べるの？人によるんじゃない？うちはそんなに常に常備してはないです。たまにスーパーで見つけて、あ、たま久しぶりに食べたいなって言って買うけど、常備してはいないですね。こんばんは。今日仕事で長野に行った。お、イエーイ。ちょっと寒いですよね今今日とかちょっと寒かったですよね。国道を走ってたら鹿が飛び出してきた。鹿きついね。なんか鹿とぶつかるともう車ダメになるって言いますもんね。気をつけようがないと思うけど気をつけてくださいね。マジで長野のいいとこでもあり悪いとこでもある、動物飛び出し注意報のどかなのはいいんだけど、運転手としてはちょっと来てほしくないやつね。受験さんこんばんは。ありがとう。こんばんは。こんばんは。近所にイノシシの足跡あった。怖っ。イノシシは怖いな。イノシシちょっと猛進タイプだから、あの避けれる自信ないわ。退治した時に生身で退治した時にイノシシとかもうなんか生きて帰れる自信ないもん。スピードがすごい。まっすぐ走る。なずみののりんご祭りとか来てほしい。りんご祭りなんてあるんだ。やべえ、りんごめっちゃ毎年食べんのにその楽しそうなお祭り知らなかったな。今度調べてみよう。かわいい、ありがとう。千葉県の房総スカイラインは猿が飛び出してくる。猿ね、長野県も猿出るとこ多いけど、千葉か。千葉も都会のとこは都会だろうけど、だから広いからね。田舎なところもあるよねきっと。東京でさえさ村があるぐらいだからさ誰だっけな、なんかメンバーでこの前東京に村があるんですかみたいな言ってたの人いたけど、誰だったんだろう、あれ福留かな、誰だったかな。なんか普通におはん、なんかメンバー同士でみんなで話してた時に、そう、東京って村あるんですかみたいな誰か言ってたんだけど、わかんない、福留じゃないかもしれないそう言ってて、おもめちゃくちゃおもろかったの覚えてるけど、誰だったかなあれ、あの話してた、めちゃくちゃ面白かった。そう、え、じゃああるのはそれは私は知ってるけど、じゃあそういうメンバーがいたよっていうそれはあることぐらい知ってるけども、それなんか嫌だな。さえは知ってますよ。知らないことにしないでください。会社に猿出る、会社に猿出るは強すぎるそれは強すぎ。最近ドボンやってる？やってないです、ごめんなさい。ちょっともうあのでも今日からまたちょっと時間ができたからぼちぼちやろうかな。そう、最近は動画の編集と茨城ツアーのダンスの練習に追われてたんで、
マジでゲームもマジ封印してて、他にもね、さ、やりたいことめっちゃ山盛り山積みだったんですけど、それ我慢してたんですけど、ちょっとまた余裕ができてきたので、ちょっとぼちぼちやっていこうと思います。イベントは終わってしまったけれど、こんばんは。チョコミント好きですか？チョコミントさ、食べるの。そういえば蜂の生態ってあんまり知らないかも。こんばんは。蜂って冬眠すんの？そうなんだ。どこで冬眠すんの？え、巣の中でしてんのかな？カブトムシとかみたいに地面なのかな？蜂ってそういえば全然知らないよね。なんかエイトくんとか蜂だけどさ キャラクターとしては蜂だけど、あんまり知らないよね。そうやって考えてみると、蜂の生態。春から初夏にかけて巣を作る。あ、そうなんだ。やっぱこう夏に向けてこう蜜をやっぱ集めやすいのは夏とか春ぐらいだから。なるほどね。成人式まで髪の毛は切らない予定ですか？成人式超えても切らないかも。髪長い方が自分は好きだなって思いました。最近 切ってから思った。親の実家の勝手口の上にスズメバチやばいね。スズメバチってなんか刺されたらやばいんでしょ？なんか2回刺されたらアナフィラキシーショックになるみたいな言いますよね。嫌だな。嫌ですね。怖い。まださ、蜂に刺されたことないかも。え、あんのかな？記憶の限りではないです。ない。ミツバチとかはもしかしたらあるかも、わかんないけど。なんかスズメバチとか、なんかデカめの蜂に刺されたことはない。初見さんありがとうね。洗濯物の中に蜂が入っていて刺されたこと、あ、私も外に干してあった靴下を取り込んだ時に中に蜂入ってて、わーってなったことある そう、わーってなって、その時はなんか何ともなかった気がした。そう、でも洗濯物蜂問題ね。そう、きつい。なんだろう、柔軟剤の匂いとかにこう誘われてきちゃうのかな。お花の匂いだったりするじゃん、柔軟剤って。誘われてきちゃうのかな？なんで入ってきちゃうんだろうね。暗いとこ好きなのかな？わかんないけど、蜂は怖いね。あ、タカさん、桜の木ありがとうございます。桜の枝か。イェイ、桜の枝いつまでかな？今月中かな？ずっとあったらいいのに。それ桜大好き。年中桜の木とあったらいいのに。季節感なくなるけど。でもあのいちご狩りのハウスの中とかってさ、ミツバチの巣ありますよね。なんか「いたずらしないでください」みたいな、張り紙とともにいて、たまにハチブンブン飛んでる時ある。まあミツバチだからそんな危険性は低いと思うけど。もう桜見れないの切ないね。あ、長野県は、まあ、場所にもよるんですけど、結構今結構全盛期で、今年2回目の桜をちょっと楽しんでます 東京はね、もう完全にほぼ葉っぱになってるんですけど、帰ってきてびっくり。これはびっくり、桜が咲いている、なんなら満開みたいな。そ
全然まだね咲いてます。蜂がいないと受粉できない。だからさ、蜂の中でもさ、ミツバチとかはまだ可愛いからいいけどさ、オオスズメバチとかはちょっと勘弁してほしいよね。怖すぎ。見た目も怖いし、刺されたらもう怖いし、あんなっちゃう。ね、いろいろ落ち着いたらみんな長野に来てほしい。本当に自然が豊かという点ではマジでピカイチ。都会感はあんまりないけど まあでも長野県に都会を求めてる人ってあんまりいないと思うから、とってもいいんじゃないかと思うよ。旅行とかちょっと休暇がてら来るのは。こんばんは。クマバチ、クマバチってでもさ、のまん丸っこいやつでしょ？ちょっと見た目可愛いやつでしょ？クマバチは好きだよ。あれはちょっと可愛いよね。なんか間抜けな感じが、フォルムでにじみ出てる感じが、ちょっと可愛い。ちょっと好きです。桜のギフトを調べたら18日の深夜2時59分。あ、すごい微妙な時間に終わるんだね。18日なの？もうすぐやん。あと1週間ないじゃん。やだ、桜ショールームの桜ギフトも見納めか。悲しいな。年中あってほしい。ね、東京も葉桜ですよね。葉っぱ青々としてるよね。ほら、あくびが増えてきちゃった。ミツバチは自分で体温を45度ぐらいまで上げる。ミツバチってさ、結構すごくない？頭いいよね。ちっちゃいし、体ちっちゃいのに結構頭いいし、あとまあミツバチはまだ見た目可愛い。スズメバチとかになってくるとマジで見た目からいかつくなるからあれだけど、ミツバチまだギリ可愛いよね。まあ刺されたくはないけど。スペンキレイありがとう。惜しまれるぐらいが放ってもいいよ。めっちゃかっこいいセリフコメントしてくれるやん。確かに。お花はね、限られた期間しか咲かないからこそ、こう、親しまれてきたっていうのはいいコメントでしたね。エイト君って何バチ？わからん。でもちょっとミツバチっぽくない？ フォルム的には、色カラーリングとフォルム的には、いや分からんけど、でもなんか夏暑くなりすぎるとなんか蜂さんが、あ、それは蚊か、暑すぎると蚊がなんか活動できないみたいな言いますよね。わあ、車検さんこんばんは、ありがとう。エイト君サイリンに似てる。なんか褒められてんのかディスられてんのか分からん 褒められてんのかディスられてんのか分からんねんけど、微妙なとこじゃない？エイト君に似てるって 微妙だな こんばんは。ありがとう。エイト君、あの見た目でスズメバチとかだったらちょっと嫌だな。ちょっと嫌だな。やめてってなるわ。ちょっと嫌かもしれん。
レミタンに歌うまいって思われてる。あ、G8 ですよね。嬉しい。G8 でそう、レミタンが作った問題で言ってくれたらしい。嬉しい。なんかさ、その、あ、初見さんこんばんは。ありがとう。なんか、その、19年に入ってくれたメンバーが、めちゃくちゃ、なんか私が、パン作るのが好きだとか、なんかそう結構ね知ってるんですよ。すごいなと思ってそう、なんかそう、こんなどうでもいいこと知ってくれてるのは嬉しいと思って、嬉しい、とっても嬉しいです。なんか私に興味を1ミリでも持ってくれてるのが、あ、そう、最近の嬉しかった話していい？最近っつうか昨日なんですけど、昨日は茨城のレッスンだったんですけど、ゆうかりんが「さやりんさん」ってなんかトコトコトコって来て、何かしらと思って何ってこうね聞いたら、なんかダンスの振りが分かんないから動画撮らせてくださいみたいな、ついにあんなにもう加入してから結構長い3、4年ぐらいダンス居残り続けて、そうダンス覚えるの苦手だった私が頼られる時代が来たと思って、めちゃくちゃ嬉しかった。そう3回ぐらい私でいいのって聞いて、そう、そうで、そういいって言ってくれたので踊らせていただきまして、動画をお渡しいたしましたすごくない？ついに私がダンスのことで頼ってもらえる日が来たのかと、非常に嬉しかったです。非常に嬉しかったです。ユーカリンの上目遣いで、ユーカリンの方が私より背高いんじゃない？多分現実的な話ですけど、ユーカリンの場合ちょっと高いんじゃなかったかな、わかんないけど絶対160あるじゃんね。だから背より高いと思うんで、なんならさやの方が上向いてた可能性はある。そう、なんかね、いつぐらいからかな、でも茨城の多分レッスンが始まってからぐらいだと思うんですけど、そう急速にユーカリンとクトメちゃんと仲良くなってて、そうすごい嬉しい。そうめちゃ嬉しい。なんか本当に19年、なんて言ってたっけな、19年組を広めたいって言ってたのかな、わかんないけど19年組のことあんまりこう一緒にお仕事とかレッスンとか受けることがなくて、全然ね会うことがなく、会えずにこう自粛期間で距離が空いちゃったから、なかなかこう仲良くなれてなかったんですけど、嬉しい嬉しい、みんなが仲良くしてくれて嬉しいよ私は。ああ嬉しい。そう福留ちゃんとゆうかりんが仲良くなれてて、さやちゃんも感無量、とても嬉しい。そうかつ頼ってくれちゃったりなんかして、もう嬉しいですめっちゃ嬉しい。お話し完売おめでとうございます。今でも今回の受付で他の部も売れたのかな、わかんないけど、2部ね、6部中の2部は結構あれだよね、1回目の申し込みで完売してた気がする。そうツイートするの忘れて一生下書きに入ってたのを今日出したんですけどそう
ヒューガちゃんと話してるとこイメージだけど、本当ヒューガちゃんとはね、舞台の、全員で出る日のリハーサルで結構お話しして、そう。ヒューガちゃんね、いつもね、120点満点の笑顔で話してくれるからね、なんかこっちがね、元気になれるんですよ。ニコニコしちゃう、私も。そう、さやもヒューガちゃんみたいな、笑顔で、こう人間と接していきたい。こんばんは。29の残りの部はかん、あ、あれかな、なんだっけ、落選かな、あったから全部売れたんじゃないか。本当？嬉しいな。離婚の時おんぶしてなかった。離婚の時おんぶできなかったんですよ。下手くそで、私おんぶし慣れてなくて、ひがちゃんもリハでは綺麗にひがちゃんおんぶできたんですけど、本番じゃミスっておんぶできなかったんですけど、おんぶはしてました。あの時もちょっと喋って、ひがちゃんが多分チューブの19年組のメンバーの中では一番喋ってたんですよ。なんか全体曲でポジションが近かったりしてるおかげで。そう、でもみくちゃんとゆうかりんは本当に全然接点がなくてお話できてなかったから、そう、だんだんこう順々に仲良くなれてて嬉しい。6分の5で完売、本当？なんかあんまり調子に乗るとみんなが腹立つかもしれないから、あんまり大きな声では言わないんですけど、最近お話し会とか握手会ちょっと調子良くないですか？嬉しい、大好き、もう嬉しいんですけど、嬉しい。なんかこう、あ、なんか糸出てる。 なんか嬉しい。私マジでお話し会、本当握手会が一番好きなんだけど、まあ今お話し会なんで、あれなんですけど、マジで嬉しい。 なんかこれで部数が増えたらいいな。なんか好きだからいっぱいやりたいんですけど、やっぱなかなかね、人気が伴わなくて部数少なかったんで、マジで嬉しい、マジで嬉しいです。ひゆかちゃんスタイルいいです。でも足めっちゃ長いよね、ひゆかちゃん。マジで顔ちっちゃくて足めっちゃ長いから、なんかもう良すぎてびっくりしちゃう。レミちゃんはね、まだお話ししたことほとんどないかも。なんか近くでレミちゃんがニコニコしてるのを見てたことはあるけど。 変な人みたいだけど。あ、こんばんは、初見さんありがとう。そう、メンバーとレミちゃんがお話ししてるとことかは近くにこういたことあるけど、2人でお話ししたことないかも。話ししたいな、してみたい、してみたい。絶対いい子だし、顔が可愛い。いや、もうみんなそうなんだけど、顔が可愛くて、19年組もみんなそうなんだけど、みんな顔が可愛くて、本当になんかこっちが萎縮しちゃう。あら、可愛いですねーってなっちゃうから。そう、ちょっと私も頑張ろうと思う。握手会全部行く。嬉しい。いや、初見さんなのに嬉しい、ありがとう。待ってるからね。でも絶対一生覚えておくからね、その言葉。でも本当にお話し会嬉しい。これで部数がこう増えたいな。握手会ね、前ちょっと握手会がお話し会に変わっちゃったんですけど、その去年のこの時期のお話握手会、謎に部数減らされて一回落ち込んだことがあるんですよ。なんかあんなに握手会ありがたいことに長蛇の列を作っていただけるようになったのに、減らされるとは何事と思って、頑張りが足りてないのかと思って一時期落ち込んだりもしたんですけど、これでまた増えたりしたらいいな。でもどうなんだろう、
話し会になってさ、実際に東京とかに足を運ばなくても参加できるようになったから、他のメンバーも結構普通の握手会より完売多いのかな、どうなんだろう。みんながこう全体的にこう完売が増えたのか、私が今伸びてきてるのかが分かんないけどね、分かんないけどどうなんでしょうか、分からないけど。レミちゃんメロンパンが好きらしい。あ、いい情報ですねちょっと今ねこういう状況なので手作りのものとか多分絶対に差し入れできないんで、いろいろ落ち着いたらみんなにね、そう最近ハマってるサンドイッチとかもあれしたい、差し入れしたい。真面目に千秋楽でツインテール正面で見れて眼福でした。イエー。そう、髪を長い方がいいなっていうのの一つにやっぱツインテールできることですね。高めツインちょっとお気に入り髪型になってる最近。なんか高めツインすると気分が上がる髪とともに気分も上がる。こんばんは。あ、こんばんはいろんなタイプのこんばんはをやっとこう。昔はツインテール似合わないかやらないって、短かった頃のあのハーフツインですよね多分言ってたの。まだ最後髪短かった時にやったハーフツインはマジで死ぬほど似合わなかったんで、ハーフツインは多分今後もあんまりやらないかな。全部上げた高めツインだったらいいんですけど、ハーフツインはやっぱあんま似合わないっていう。そうそう、特に髪短い時ロング好き、嬉しい。こんばんは。ツインしてると犬感増してかわいい。めっちゃいつも言ってくれるよね。犬です犬ですもおかしいけど、今は髪の毛巻けるようになったんで、巻いたハーフツインだったらまだいいかも。当時は髪も短かったし髪巻けなかったから、ストレートのハーフツインなんかすごい似合わなかったんだよな。マジムリ舞台でやってみたい役ありましたか？なんかマジムリのあの舞台はもうメンバーそれぞれが役にハマってたから、なんかそのどの役をやりたいっていうのはないけど、どこのチームに所属したいかっていう点では生徒会でしたねでもちょっとヌル様に使いたい、ヌル様に使いたいし、タウゼントの下で働きたいと思いました。非常に非常に思いましたね。非常に思いました。最近パン焼いてない。2週間ぐらい東京にいたし、家にちょこちょこ帰ってきてもなかなか時間つけなくて焼けてないけど、今週とか一回焼きたいなと思って、なんか最近そう焼いてないから。でもさ、もさ上はめるな下はめろって叫びたい竹刀バーンやってそうヘミンって言いたいです。でも多分ヘミン顔だと思う私はやりたいのは生徒会だけど、そうでも顔とかキャラクター的にはマジで花組だと思う。そうちょっとなんかやんちゃっていうかヤンキーっぽさがなさすぎ、なんか毒なさすぎ顔に癖がないから、そう花組が顔的には一番合うんじゃないかなと勝手に思ってます。
マジで通行税払う側だと思います。で、花組の制服は可愛いですよね。そう、生徒会だとパン屋のドイツ語でベッケライ、めっちゃいいやん。え、めっちゃいいやん、それベッケライ。ちょっとおもろいな。パン屋ってドイツ語でベッケライって言うんだ。勉強になる。ベッケライパン屋キャラ定着しすぎだろ嬉しい、キャラ付けがなかった私たちは嬉しいけど。セリン花組だったら何の花だろう。サヤは本当に全然目立たない花だと思う。やばい、全然今花の名前思い出せない。いや、花のビジョンは今浮かんでるんだけど、なんだっけあれ。やばい、花の名前思い出せないんだけど、ダメだわ。サリンはチューリップ、あ、チューリップちょっといいかもチューリップ名前に組み込むのめちゃむずい。チューリップってさ、和名でなんて言うんだろうね、なんて言うんだろう。チューリップってチューリップですよね。なんて言うんだろうな、和名で聞いたことない。ひまわりが似合う。ひまわりね、ひまわりはでもちょっと目立つから、もっとなんか、もっとなんか宴席の影とかに咲いてそうな花の方が合うと思うそう、個人的には本当に白爪草ぐらいがいいと思うんだよね。ああ、復根校って聞いたことあるわ。急に難しいじゃん。チューリップっていう名前で浸透したのがうなずける和名だね打つって字書きたくないもんね。チューリップを注文するときに打つって字書きたくないから、確かに チューリップって名前で世に広まってよかったねっていう名前だったわヒガンバナって名前怖い。ヒガンバナね、確かに結構名前、花ってさ、名前が怖いとかもあるけど、花言葉めっちゃ怖い花とかあるやんって考えると、なんか花ってちょっと怖いよね。なんか花ってさえ怖いんですよね、なんとなく。お花って怖くね。なんか道端に咲いてる草花みたいなやつは好きなんですけど、花屋さんに置いてあるなんか立派な花ってなんかちょっと恐怖をまとってません？え、私だけかな、この気持ち。何の花がいいかな。でもコスモスとかさ好きだけどね。学校の帰りとかにコスモス見つけると上機嫌になって帰ったの覚えてる。ル
ヌルはバラかな。でもヌル様のひなちゃんは、あ、ひなちゃんなお花なんだっけ、なんて言ってたっけ。でもバラはだって向井ってたんでしょ。あのひな、なんだっけお花、めっちゃ忘れた。あのめっちゃ舞台で言ってたのに、序盤でまだ花組だった時の回想シーンみたいなところで言ってたんだけど、めっちゃ忘れちゃった。最近記憶力本当に低下してる。あ、そう、デイジー、そう、ひなちゃんはデイジーですよね。デイジーの刺繍してるもんね。刺繍かな、刺繍してたか分かんないけど。どうだったっけな、刺繍はしてないかも。刺繍してるのはユリの花だけかも。スミレはなるちゃんじゃない、あれ違ったっけ、スミレなるちゃんだった気がする、あれ違うっけ。でもあのみんなのさ花全然覚えられないんだよね。スミレって役名だったような気がするけど、ごめん、めっちゃ間違えた情報言ってたらごめんね。わざわざ記憶力があまりにもない。そう、あとね、舞台出てたわけじゃないから数回聞いただけだから裏で、さすがに覚えられなかった。もうドラマからは間が空いて記憶もないし、でもさ、なんかドラマの真面目学園どんな話だったかなと思ってさ、あらすじちゃんとさ公式のホームページで調べたよね。そう、どんなんだったっけと思って、舞台見る前にちゃんと調べてから行ったよね。ああ、こういう話だったわって勉強していった。お忘れちゃったと思って。ユーカリンの役名は、待って、鬼はね、総ざらいしてこう、ヤシャでしょ、なるちゃんが、で横ちゃんがハンニャでしょ、で、マリアちゃんがラセッツなんですよ。ユーカリンなんだっけ、この前言ってたんだよ。めっちゃ厚底の靴履いてて背高かったことしか覚えてないんだけど、ゆかり。何だったっけな、待って、めっちゃ出てこない。なんか個人的にはマリアちゃんとユーカリンの名前が全然覚えられなくて、でマリアちゃんはあの髪型を似たような感じにしてたんで絶対突っ込まれると思って、死んでも名前を覚えなきゃと思ってね、めっちゃ覚えてラセツを覚えたんですよ。そう、あ、そう、ジャキだ、ジャキとラセツマジで覚えられなくて、私なんだっけずっとその覚えてる。そうだ、ジャキです。めっちゃ鬼、ザ鬼ですよね、ジャキ。そうじゃんね、鬼の中では覚えやすそうな名前なんだけどな。そうでした。ユカリン可愛かったな、衣装も髪の毛も含めて。まあそんな感じでちょっと今日終わりにしようかな。1時間ぐらい経ちますね、気づいたら。あれ、それそんな今日やってた記憶ないんだけど、30分ぐらいかなと思ったんだけど、結構話が盛り上がっちゃったな。知らないに時間が経ってた。じ
じゃあちょっとランキング読んでね終わりにしたいと思います。13位ちゃんしょくんさんありがとうございます。12位おめらさんありがとうございます。11位けんけんさんありがとうございます。10位ともちさんありがとうございます。9位やすさんありがとうございます。8位ピアノマンさんありがとうございます。7位バイコゾさんありがとうございます。6位台湾ゆららさんありがとうございます。5位ひらりんさんありがとうございます。4位わさっぴさんありがとうございます。3位やちさんありがとうございます。2位チュンチュンさんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。ありがとうございます。では今日はすっぴんだったんですけどお付き合いいただいてありがとうございました。この家にいる期間でねマスクをしないのでお肌が治ったらいいなと思います。ではおやすみ、バイバーイ。